はい、こちらには本日ジャスダック市場に新規上場しました証券コード1439安江工務店の代表取締役社長安江博之さんにおいでいただきました。安江さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。先ほど発令もつきました。はい、公開価格を 4% 上回って1300円というレベルで発令つきまして、はい、上場のスタートになります。どんなお気持ちですか？はい、上場企業となりまして、はい、非常に重い責任を感じるとともに、はい、ここまで来れたのは地元のお客様、そして社員のみんなのおかげかと、感謝の気持ちでもいっぱいになっております。はい、今日から公開企業となりました安江工務店、はい、一体どんな事業をやってらっしゃるのか、はい、そのご紹介をまずいただきたいと思います。はい、まずビジネスモデルにつきましてですね、はい、ご紹介いただけますか？はい、当社はですね、愛知県に、属しておりまして、住宅リフォームを中心にやっております。名古屋市を中心に、10店舗店舗を配置しておりまして、売上がですね、売上の 75% から 80% が住宅のリフォームという会社でございます。昨年はですね、約4300件の住宅のリフォームをさせていただきまして、数千円の工事から、はいはい、数千の網戸張り替えなどの工事からですね、2世帯住宅で数千万円という大きな工事まで住宅に関するリフォームを総合的に行っております。まあ、それと新築工事はですね、リフォームを通じて、建て替えをされるお客様がいらっしゃったり、そして息子さんがこう家を建てたいという方のニーズなどで始まりまして、はい、今は、泊まっていただけるモデルハウスを用意しまして、はい、オリジナルの漆喰が標準仕様に内装がなっておりますので、うん、そこで、自然素材を体感できるようになっております。はい、そしてさらに不動産の方、はい、こちらの方はリフォームをされるお客様は全ての方が不動産を持ってらっしゃる方ですので、そういった方の住み替えの需要とかですね、そういったことに対応するように、始まりまして、現在は中古住宅のを買われる若い方ですね、はい、そういった方に、リフォームとセットでお仕事をさせていただくということなどがやっております。はい、そして、振り返りということなんですけども、はい、設立以来という、こう売上の推移とともに、それぞれの、まあ、イベントがここに、記入してあるんですけれども、ここが赤くなってますが、ここが現社長の就任ということですね。はい、そうですね。はい、私が社長になりましたのが1999年ということになりまして、ですから、まあ、18年間経過した。はい、そうです。ということで、ここからは確かに売り上げの伸びはすごいですね、これね。そうですね。父親がですね、47年前に創業しまして、で、30年経ったところで私が交代させていただいたんですけれど、その時に、リフォームに特化しようと、いう決断をいたしまして、それから、リフォームの方だけでですね、ほぼこう伸ばしてきたということですね。ということですね。はい、そして最近の業績の推移なんですけれども、ここに棒グラフを持ってきていただきました。売上高のこれも推移なんですが、ここの14年12月期、ここのところちょっとへこんでますけれども、これは決算期変更があるんですね。はい、9ヶ月決算ですので、そもそもですから、まあ、月数が足んないということなんですけども、はい、まあ、おおむねリフォーム中心に売上は伸ばしてきておりまして、ただ9ヶ月決算のところで、2014年ですね、はい、少しへこみましたが、利益売上ともに、ほぼ右肩上がりという状況でございます。その順調な業績拡大を支えました本社の強み、事業の強みというのを ご紹介いただけますか？はい、当社強みとしてはですね、リフォームがまず大事なところなんですけれども、はい、リフォームは、ドミナント戦略と、ドミナント戦略、はい、いう戦略を取っておりまして、はい、とにかくエリアをですね、狭く濃く深く、持っていくと、はい、そしてお客様により寄り添った形で、リフォームを、こうサービスを提供していくと、はい、ですので、先ほど申し上げたような小さな工事ですね、そういった工事も、ね、小回りが利く、存在として、お客様に
こう喜ばれるように、サービスを良くしていくというためには狭く、はい、狭く、そういうエリアでやっていくと。店舗の出し方も、最初は30分圏内で店舗を配置していくんですが、おうおうおう、また、シェアが充実してきたところでですね、店舗と店舗の間に店舗を配置したしていきまして、よりこう狭いエリアで社員がこう動ける、はい、ということですね。そうですね、それでさらにお客様が増えていくというような、ビジネスの仕方をしています。名古屋市及び近郊で今10店舗をお持ちということですね、はい、そして、提案力、デザイン力、はい、ここも大事なんですね。そうですね、ドミナント戦略で小回りが効くリフォームというのも、はい、もちろん大事なんですが、それの他にですね、大型のリフォーム、デザインが必要なリフォーム、はい、それから、構造の変更などを伴うようなリフォームですね、はい、そういったものに対して対応できるように、デザイナー設計士、はい、これを当社15名、配置しておりまして、まあ、1店舗あたり 1.5 人の設計デザイナーがいるという状況でございまして、またあのジェルコというですね、リフォーム業界では一番大きい業界団体ですが、そこの団体で行われているリフォームコンテストですね、こちらの方でも8年連続で受賞しているというようなデザイン性ということですね、はい、そうです。お墨付き。そして3つ目として、まあ、はい、オリジナル商材をお持ちだということですね。はい、当社はですね、2005年にですね、無添加厚塗り漆喰というオリジナルの漆喰を開発いたしまして、はい、まあ、自然素材を取り扱い始めて、やはりあの建材メーカーから買いますと非常に高いということで、ね、自然素材は高くなってしまうという、こう懸念というか、ものがございましたので、それに対応できるようにですね、自社で、開発しようということで始まったのがこの無添加厚塗り漆喰。あの自然素材だけ、自然素材ですから、はい、体にいいわけですね。そうですね、まあ、しかも、はい、あの食べられる、素材と食べられる、はい、それだけを、使いまして、1回でですね5ミリから6ミリの、厚みで分厚く塗ることができまして、はい、非常に性能が高くできるようになってます。こちらのコーラルストーンというのはどうですか。はい、コーラルストーンはこれはサンゴの固まった石なんですけれども、こちらの方はあの一般に流通しているものではあるんですけれども、それでもやはり値段が高いものですから、我々あの海外から直接、はい、石材メーカーさんと取引をしまして、輸入をしております。その3つの点で事業拡大、そうですね、それで、大事なことはということですね。はい、当社で大事なことはですね、お客様にリピーターになっていただくっていうことが非常に大事です。このグラフはですね、緑の部分がリピーターのお客様、そして黄色の部分が新規のお客様です。新規のお客様だけを、大きくしていっても、経営的にやはり、問題が出てきます。はいはい、ですのでこの緑のリピーターのお客様がだん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 こう基礎としてですね、はい、増えていただく、そのためには、新規のお客様にリピーターになっていただくということを繰り返していかなければいけないと、はい、それで、安定した利益を出しつつ成長するということが、可能になっています。リピーターも着実に増えているというのがこのグラフでわかるかと思います。はい、そういった状況を踏まえてですね、今後の展開をですね、はい、どう考えていらっしゃるかご紹介いただきたいと思うんですが、はい、まずマーケットの現状ですね、はい、リフォーム市場ってどうなってますかというところをお話しいただけますか。はい、住宅関係の市場といいますと大体右肩下がりということの指標が多いんですけれども、はい、住宅リフォームだけはですね、唯一と言っていいほど今後10年ですね、右肩上がりになっていくということが見込まれているという、非常に貴重な、存在だということが言えます。2016年で、6兆6000億円のマーケット、はい、これが25年には7兆4000億円にまで拡大するというふうに見込まれているわけですね。はい、そうです、かなり大きなマーケットがこれから開けると。そしてじゃあその中で、はい、どんなことをやっていかれるのか3つの点、ご紹介ください。はい、まずはですね、リフォームに関して、エリアを広げていくということを、はい、で、店舗展開をしていきます。今年ですね、7月には、岡崎というところに出しまして、岡崎市、はい、その次に、1、2年以内にですね、はい、豊橋の方にも出して、まずエリアを広げていくということ、はい、ドミナントのエリアを拡大するということですね。はい、
そしてその今あるエリアについてはどのような戦略を取っていくのかというところですかね、はい、そうですね、はい、エリアを広げるだけではなくてですね、はい、現在、もうすでにエリアとして確立されているところ、うん、そこの中にまたあえて店舗を出していくということですね、はい、さらに、先ほど申し上げたような狭いエリアを作っていくということですね、うん、そしてサービスをより向上させるということで、うん、展開をしていくということです、うん、より深掘りをしていくというそういうことです、そんなことでしょうかね、はい、そして3つ目、はい、リフォームの方で培ったブランドっていうのを、はい、新築の方でも活用していくということで、うん、新築のモデルハウス、泊まっていただけるモデルハウスですね、これをもう一つ、一宮という名古屋のちょっと北の方にあるところなんですが、はい、こちらの方に、作りまして、その後、先ほど申し上げた岡崎店ですね、そこの近くに、はい、モデルハウスを建てまして、新築の方もリフォームを追っかけるようにして、伸ばしていくということをやっていきます、新築にも着実に手を広げていくということですね、そうですね、はい、分かりました、まあ、今後は楽しみということなんですが、ありがとうございます。番組を見ていただいてます、はい、投資家株主の皆さんにですね、はい、ぜひともメッセージを送っていただきたいと思います、はい、こちらのカメラの方に、本日、ジャスダックに上場させていただきました株式会社安江工務店でございます、非常にですね、高い、責任を、感じております、これからですね、今までもやってきたんですが、正直に経営していくということと事業として成り立つということをこれからも実践してまいりますので、皆さんますますご支援をいただけるようよろしくお願いいたします。住宅市場の中でも着実な拡大が期待されますリフォーム市場、まあ、そこに向けて今後が期待される安江工務店、その代表取締役社長安江博之さんにおいでいただきました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございます。